認します。 OK です。はい、ちょっと在庫だけ確認します。はい、目白すんなりとった結構早かったね、うん、普段買い物はご一緒に僕と買いに行ったり、一緒に買いに一緒っすね、ネットで買ったりとか。大吾くんのはじゃあ選んであげたり、俺が結構、あ、大吾くんが逆に選ぶ、選べないんで、あ、選べないから選聞いて大吾くん決めさせる、これどう思うって決めさせる。でも逆は俺が決めたりするっていう、あ、見たいわな、その謎の、はい。見たい、いろいろあるね襟の形まであるんですね、そんな襟の形もあるし、ボタンもあるし、私のスーツ着るときないけど欲しくなっちゃうスーツあんまりそれ着ることないよ、ないですね。在庫大丈夫だったので今からちょっとヒアリングだけしていきます。はい、ちょっとこっちに座らせていただきますね。カジュアルに着るんであれば、まあ、あるんですけど、あるんですよ。で、基本カジュアルに着ろうと思うと、この襟のこの幅っていうのは短いもの、短いもので、そう、ショート襟っていうのと、今度着るって、あ、シャツは着ないので、ショート襟っていうのと、はい、今やったらカッタウェイホリゾンタルっていうちょっと角度が浅いものが流行ってるな。で、まあ、スーツ着るとか上着着るってなるとちょっと合わなくなっちゃうけど、これスタンドっていうちょっとこうふわっとめくれてるものとかも結構季節でも最近ちょっと出てきてる。まあ、ショート襟が無難ではあるけど、カジュアルっていうのがこういう感じ、ここの幅が短いの。だからスーツ合うと思うんですか。まあ、こっちでも合う、スマホのネクタイであれば。ネクタイ締めるんやったらショートの方がいいと。これは基本パンツからもう裾を出してきるよね、大体。はい、まあ、たまにスーツできるっていうぐらいで。ショートにした方がな、ショートにしといても、まあ、可愛らしいかもしれないけど、フレリックシャツ、襟とこの、手首の隠すっていうのここ、あ、ここを白で入れといても可愛いらしいと。And we are the dreamers of dreams.